マイコガメ情報の速報です。埼玉県北本市というところでリクガメさん、東ヘルマンリクガメというカメさんが迷子になってしまったということです。いなくなってしまったということです。いなくなってしまった日時、2022年5月12日のお昼の12時から12時50分の間にいなくなってしまったということです。カメさんの大きさ、高長20センチほど、全長ですと25センチ弱、20センチというと、高長20センチというと、このくらいですね。全長25センチですと、このくらいですね。で、亀さんの特徴ですけれども、飼い主様の説明ですと、性別はおそらくメス、7歳、年齢は7歳、少し顔が大きく、エラが張ったような大きな口です。とても元気でよく食べますということです。保護された場合には、食欲あると思いますので、ご飯を食べさせてあげれば良いかなと思います。小松菜とか、そのあたりの餌ですね、リクガメさん用の餌でもいいかもしれません。それで特徴なんですけれども、お写真を見た感じですね、あの黒い模様が、特徴的な模様がいくつかあります。でその中で、ピックアップしますと、このお尻の方のですね、この細い2本の線がありますね、黒い線があります。このあたりが、一つ特徴として言えるかなと思いますので、保護された場合、発見された場合には、ちょっと模様を、このお写真と照合していただけたら幸いです。それでですね、もしも、保護をした場合ですね、保護をされた場合、もしくは一時的に保護した場合、決してですね、決して、リクガメさんですので、陸の上でしか、生きることができませんので、泳げませんので、川に連れて行ったり絶対にしないでください。絶対に、どこかに連れて行ったりせずに、保護をして、お家で管理してあげるか、もしくは、警察に届ける、飼い主様の方が、落とし物届けをしていれば、警察の方に伝わると思います。もしくは、警察の方に、相談をして、一時的にこちらで管理ができるかどうかなど、ちょっといろいろと相談してみるといいと思います。一時保管、保護主様の方でできる場合もありますので、警察というと殺処分のイメージが強いかもしれませんけれども、一度ちょっと話してみるということはできるかと思います。確認を取ってみると良いと思います。迷子にしてしまった飼い主様の方も、遺失物届を警察の方に出して、で、保護主様の方も拾得物届を出せば、警察の方でつながりますので、そういったパターンもあります。はい。基本的には、うちに掲載依頼いただいているので、うちの方にご連絡いただいてもいいのかなと思います。はい。飼い主様からのコメントです。子供のように育てた大切な家族です。目を離してしまい、離れ離れになって魂が半分抜けてしまったかのような心持ちです。神様がもしいるなら、また引き合わせてくださいということです。飼い主様の願いが叶いますように、一刻も早い解決を願っております。こちらの情報については、当店の仮面中ショップのホームページの
迷子亀情報のページの、こちらのヘルマンリクガメさんの専用ページを設けておりますので、こちらでもご確認いただけます。またシェアボタン、ブログですとか SNS ですとか、シェアボタンもご用意しておりますので、ぜひ情報の拡散ご協力よろしくお願いいたします。またこの近辺に住まれている方は、道路、岩のようなものが、突然道端にないかどうかとか、注意深く見ていただけましたら幸いです。はい、よろしくお願いいたします。